本当だ、毎日何回も呼ばれると、もうええわって感じ。男性にはちょっとね、ちょっとそうそうそう。あったかいね。はい。まあちょうどね、今生まれて5年、今年12月5年だから20歳。人間したら4半球。だいたい100歳まで25年いくんだし。だから今20歳の女の子です。まあ、そういうことで、その先祖たちが機械島から渡って、その子孫たちですね。まあ、我々が中学生、小さく見えると、まあ、これはちょっと世界的に中学生をね。それはまた琉球を通じて、アメリカから入れた種の間を交配してできたもので。で、昔、で、機械島はアルカリ土壌ですから、乗せるんですけども。じゃあ、乗せてもらいましょう。じゃあちょっと今日洗ってんだけど、その洗って本当に馬をかけたなと思って、これはもあるんですけど、足は踏まれないです。はい、ブラシちょっとどうだろうね。
ここで掃除してあげます。まあそれもな、上級戦には野生、もともとは野生の馬だったんですけどね、で結構あの頭がいいもんですから、しますよ。だけどね、もうあの月に2回ぐらいするんだけど、4日前ですか。うん、4日前して。毎日と忙しいからね。可愛いですね。今日のせいだよね。最後に料金いくらですか。料金払えよ。馬好きな人はすごいですよね。うん。いやいや。だから吉田さんのお父さんの最後の一頭は白星、うん、これから30年白星して、平成2年ですが、約30年目にまた機械に馬に入ったと、そのおかげで結構あの YouTube やあのなんて Facebook いろいろ出てますからね、それを見に子供たちにね、やっぱり歴史を文化を知ってもらうという。